ブラックオブブラック。社会に憧れる学生はもちろん、社会の厳しさを知る社会人こそこの書物を読んでほしい。労働基準法、何それ美味しいの。キングオブブラック、気合と根性で乗り越えろ。君もなれる SE。 配属されたその時からいきなり即戦力。実践を通しての研修期間、猶予はなんと2週間。知識ゼロから始まるデスマーチ、ゼロから始める社会人生活、いともたやすく行われるえげつない行為、残業終電泊まり込み、サービス残業休日出勤、習うななれろ、習うな学べ、できないんじゃないできるまでやれ、やってみますじゃない絶対やるんだ、数え役満晴れ倍満、黒より黒く闇深く、いらっしゃいませ社畜の世界へ、社畜一名様ご案内、ようこそお越しくださいました家畜様、地獄への片道切符、 Welcome to Underground。 Here we go and here we go now。はいどうも、カバンチョ、アルパカ系 YouTuber カッパです。今日も張り切ってラノベレビューやっていきましょう。今日紹介するラノベはこちら、電撃文庫より発売、なれる SE、 2週間でわかる SE 入門。こちらも私がゴールデンウィークでの24時間ラノベ生活というような本作でございます。詳細に動画リンクを貼り付けておきますので、気になった方はどうぞご覧ください。著者は夏見浩二先生、イラストはイクシー先生で送る本作。こちら発売されたのが2010年で、全16巻完結のライトノベルでございます。本編はすでに完結済みですが、私は今更ながら1巻読みました。遅いですよね、すいません。この度ようやく購入し読了することができました。やった。ちなみに著者の夏見浩二先生はガーリーエアフォースを手掛けた作家様でございます。アニメ化もされましたし、私アニメも拝見しました。おめでとうございます。そういえば本作なれる SE はアニメ化されていないんですね。全16巻と相当な関数があり、コミカライズされてオーディオドラマも制作済み、実力も実績も十分なのですが、なれる SE の次に書いたガーリーエアフォースの方が先にアニメ化してしまうというびっくりなムーブをかましたことで衝撃を与えました。原作者である先生が一番驚いていたみたいです。まあこれは今の時代に放送してしまってはあまりのブラックぶりにコンプライアンスがみたいな話になってしまうのかもしれません。私アルパカだから難しい人間社会のことわかんない、キャドゥルン。でも個人的には面白い作品はどんどんアニメ化してほしいものです。おっ、さてさて余談はここまでにしておいて、ラノベレビューに移りましょう。先に言っておきましょう、こちら名作中の名作、マジでおすすめでございます。というわけでさっさとラノベランク発表しちゃいましょう。このなれる SE、 ラノベランクは S ランク。これは面白い、マジでおすすめ、続きを買うのランクです。このチャンネル特有のライトノベルランクですが、詳細は以下の通りとなっています。ここはさらっと流してもらって構いませんが、詳しく見たい方は一時停止してご覧ください。S から F ランクで評価しており、 S から面白いものとなっています。そして本誌は S ランク。あまたのサイトにおいてことごとくおすすめラノベに上がっていた理由が分かりました。ではまずあらすじをどうぞ。平凡な社会人1年生桜坂浩平は厳しい就職活動を経て、とあるシステム開発会社に就職した。そんな彼の教育課課についた室見立花はどう見ても10代にしか見えないスーパーワーカホリック娘で、多忙かつ全く優しくない彼女のもと、時に厳しく指導され、時に放置プレイされながら奮闘する公平。さらには現場を無視して受注してくる社長のおかげで、いきなり実際の仕事を担当させられることになり、システムエンジニアの過酷な実態をコミカルに描くスラップスティックストーリー登場。はい、こちらあらすじにある通りゴリッゴリのお仕事ラノベでございます。萌え萌えキュンキュンするだけがラノベではございません。社会の闇や厳しさを教えてくれるのもまたラノベです。改めてラノベの懐の広さを思い出させてくれた一冊でございます。それではまずは皆さんにお尋ねしたいことがございます。よくお聞きください。虫歯はない、体力には自信がある、体は丈夫な方だ、持病もない、どこでも眠れる。はい、これらすべて当てはまる方は要注意、社畜の素質ありです。おめでとうございます。あーっと、そんなに怒らないでください。もちろんラノベな話ですよ、フィクションですって。ははははそう、これはワーカホリックのロリ上司にどやされながら、主人公がブラック企業で無理難題をこなしていくという物語でございます。これのっけからすごいんですよ、覚悟して聞いてください。
配属されたその時からいきなり即戦力、実戦を通しての研修期間、猶予はなんと2週間、知識ゼロから始まるデスマーチ、ゼロから始める社会人生活、いともたやすく行われるえげつない行為、残業終電泊まり込み、サービス残業休日出勤、習うな慣れろ、習うな学べ、できないんじゃない、できるまでやれ、やってみますじゃない、絶対やるんだ、数え役満、跳ねばい満、黒より黒く、闇深く、いらっしゃいます、社畜の世界へ、社畜1名様ご案内、ようこそお越しくださいました、家畜様、地獄への片道切符、ウェルカムトゥアンダーグラウンド、ヘルウィーゴー、アンドヘルウィーゴーナウ、フォー決まったすいません、ご近所様、マジでこれです。仕事中毒ワーカホリックのヒロインがやべえのなんの、知識ゼロから本気で仕事をさせるんですから、作者様の SE にだけは絶対なるな、という言葉の重みが読む前と読んだ後では天と地の差です。主人公は働き始めて即ブラックさんに飲み込まれます。何をするかもわからないまま気がついたら終電の中、家に帰ってボロ雑巾のように眠るだけ。マジで胃が痛くなってきた。でもこれですよ、これがこのラノベの真骨頂ですよ。もうね、専門用語とかは分かりません。でも凄まじい職場環境であることは真の像まで伝わってきます。でもそんな苦労した分、報われた時の喜びは半端ない。私も物語を通してその喜びを味わいました。たまんねえですよ、この達成感、この快感。仕事が報われた瞬間というのが一番の絶頂でございます。興奮しちゃうじゃないか。ガーン。しかしラノベでここまでのブラックを見れるなんて思ってもみませんでした。まだまだ語れることはありますが、今回は本書が持つゴリッゴリなお仕事ラノベ感を感じてもらえれば幸いです。このラノベランクは文句なしの S ランク。このブラックビター、心ゆくまで味わってみな。マジでおすすめの一冊、それがなれる SE、 2週間でわかる SE 入門でした。いかがだったでしょうか。レビューは以上となります。最後に、このチャンネルではゲームやライトノベルを中心に取り扱っていきます。この動画が良かったらコメント、いいねボタン、チャンネル登録などお気軽によろしくお願いします。こんなラノベ読んでみてというのもあればぜひどうぞ。以上、この動画はアルパカ系 YouTuber カパカお送りしました。それじゃあまたね、カパンチョー。